誰が来ようと俺は負けん。俺の限界はこんなもんじゃない。新しい変身を父さんに見せるべきか。でも父さんのプライドが、ぼーっとしてるならちょうどいい。俺と戦え。それは構いませんが、その隠したままにすべきか、伝えるべきか。いいから全力で来い。手を抜いたら承知せんぞ。わかりました。今のこいつをどれだけ圧倒して素早く倒せるかだな。見切った。お遊びはここまでだ。ここか。ここまで強くなっているなんて、このままでは。どうした？何か隠していることがあるんだろう。僕の手があるならごちゃごちゃ考えずに出してみろ。いいですが、俺は勝ちを譲りませんよ。これが本当の力だ。お望み通り全力で行かせてもらいます。強い。当たり前だ。俺は超エリートだからな。後ろだ。さら、見切った。何を考えていたのかは知らんが、そんな変身で俺と戦おうとはな。そうか、パワーばかりの変身ではダメだったんだ。父さん、いや、ベジータさん。ふん、しらじらしい。俺が気づいていないとでも思ったか。お前は俺とブルマの子供なんだろう。え？だがそんなことはどうでもいい。それで何が言いたい？俺と修行をしてくれませんか？自分一人じゃ危うく勘違いをしたままでした。いいだろう。俺もこのやり方では限界を感じていた。こうやってお前と戦えば何か見えてくるかもしれん。今までの俺ではたどり着けなかった何かが。さっさと始めるぞ。あ、はい。さっさと完全体とやらになるがいい。なんだと？本当にいいんですね。完全体となったセルは今よりもっと強くなります。そうでなくちゃ困る。この俺が戦うんだからな。完全体になったセルの強さは未知数だ。それでも今の父さんならきっと。感謝するぞベジータ。そして俺に勝つチャンスを逃したことを
後悔しながら死んでゆくがいい。今こそ私と一つになるのだ。これが完全体か、素晴らしい。これが完全体か。戦えベジータ、私の強さを試す相手としてちょうどいい。それはこっちのセリフだ。俺も今の強さを試したかったんだ。お遊びはここまでだ。完全体のこの私とここまで渡り合うとは実に楽しい。ここで殺すには惜しいやつだ。サイヤ人は戦うほどに強くなる。時間さえあればもっと強くなれると。まだ強くなれるというのか。面白い。では武道大会を開いてやる。10日後にしよう。大サービスだ。せいぜい強くなって楽しませてくれ。身近で父さんの技やパワーを見られるチャンスなんだ。今度こそ俺もこの修行で何かつかめれば。正直に言おう、お前には失望させられると思っていた。しかしこの間は私の予想を上回る強さだった。この10日間戦うのが待ちきれなかったよ。あれからどれだけ強くなったのか楽しみだ。貴様こそ俺をがっかりさせるなよ。俺との戦いが最初で最後だからな。順番を気にする必要もない。そこへベジータ。行くぞ。せっ、出やがって。いいぞベジータ、これだ。戦いはこうやってある程度実力が近くなくては面白くない。ああ俺もそう思うだ。やるじゃないか。ここまで楽しめるとは思わなかったぞ。やれだ、死ね。いや、どけ。貴様もこれまでだ。
やるじゃないか。この程度か。こいつがスーパーベジータのビッグバンアタックだ。降参したらどうだ。もうそろそろ限界だろう。まだだ、俺はまだ。つまらん、そろそろ死んでいい。ベジータさせるか。ダメだな。ザコバ、トランクス、トランクス、そんな、何？この木は、なぜだ、なぜなんだ。いいだろう、教えてやる。こんなことに貴様の攻撃は核を外れ、傷つかずに残ったのだ。さらに私の中にあるサイヤ人の細胞のおかげで、先ほどよりもはるかにパワーアップができた。ベジータよ、今の力をもう一度見せてみろ。いいだろう、俺もこの力で貴様をぶっ殺したいからな。今度は塵一つ残さずに消してやる。消えろ、ベジータ。やれるものならやってみやがれ。こいつは耐えきれるかな。ビッグバンアタック。ダメだ。遅い。カーミー。カーミー。まずい。こいつ、さっきまでとは桁外れの強さだな。どうした？私を消すんじゃなかったのか。ファイナルザーッ。貴様もこれまでだ。こいつは耐えきれるかな。ベジータ、どうした？余裕がなさそうだね。ファイナルザー！
これまでだ。まさかここまで押されるとは。お遊びはもうせんぞ。すぐに終わらせてやる。お前たちを許しはせんぞ。地球ごと消えてなくなれ。それがどうした。貴様以上の攻撃を俺がやれないとでも思ったか。ファイナルフラッシュ。くたばれ。父さん、うりゃー。でだ、ダメだ。ベジータの機能が弱い。完全に押されている。くそ。フッフッフッフ。さあ終わりだ。終わりにしてやる。さらばだ。うん、ファイナルフラッシュ。その技、まさか。父さんのおかげで俺も強くなったんです。余計なことを。見ててください。思ったよりは悪くない。足を引っ張るなよ。もちろんです。畳みかけるぞ。はい父さん。いやそんな、バカな、この、私が。やりましたね、父さん。やったな、ベジータ。やられっかと思ってオラヒヤヒヤしたぞ。俺の実力をなめるなよ。父さん。うん。家へ帰りましょう。母さんが待っています。ああ。